さてと、これからどうしよっか。おいしいものでも食べに行く？私は一旦研究員に戻るわ。雲稜谷の異変、無音区の復活、頻発する怪食現象、これらの異常な状況について報告しないと。天帝への報告は私に任せてください。ついでに漂白者さんの謁見の手続きもしておきます。中枢信号灯を登録してもらいたいし、私が漂白者を案内するよ。それが終わったら適当に近くを見て回ろっか。今週に初めて来た人を変帝に突っ立たせておくわけにはいかないでしょ。それに1秒でも退屈されたら私ら今週民のおもてなし精神に反するよ。では私は謁見の手続きをしてきます。しかは変帝まで脅迫者さんの案内をお願いね。うん、任せて。後で共鳴医療科にも話を通しておこうと思うのだけれど、身体状況を考慮するとあなたは全体検査を受けるべきよ。謁見が終わったら研究員に来て。主に検体、病変によるリスクの排除、そしてバイタル情報と身体データを監視し記録する。得た情報やデータは全て分析研究に利用させてもらう。もちろん勝手には使わないわ。全てあなたが同意してくれたらという話。それじゃあ早速。ほら、もたもたしないで。漂白者は案内したい場所はたくさんあるから。獅子舞、ヒーローショー、摂取所、憲法試合、それに美味しいものも数えきれないほどあるんだ。今週上にないものはない。正義の味方しかここに参上。今週の中枢信号塔に到着。今週最大のサーバー、集約センターみたいな感じかな。私も人に説明できるほど詳しくないんだけど、まあつまり大型のナビゲーションシステム、防衛システム、それと地域インフォメーションセンターを兼ねてるってとこかな。今まで見てきた信号塔は全部小型のだから、中枢信号塔の方がすごいんだよ。でも信号塔間ではデータが共有されていて、信号塔を登録すればマップ情報がデバイスに同期されるんだ。便利でしょ。デバイスをそこに置けば登録完了だよ。
手続きを済ませました。いつでも謁見できますよ。しか、漂白者さんをこちらに案内してくれる？だから、私が例の重要な客人だって。こんなにぎやかな閉店初めて見たよ。私もびっくりしました。閉店にこれほどの一般人が集まっているなんて。はい、ここにいる人たちも謁見を申請したようですが、すでに却下されたみたいですね。手続きの際にこの絵が引き換えさせました。今残っているのは代理で手続きを行うものや、一度断られてもまだ引き下がろうとしない者たちです。ここを訪れた人は皆口を揃えて、参加様に一別されると動けなくなると言っていました。実際に参加さんのたった一言で引き返させられたとか。何それ、某髪が蛇の残像みたいに石にでもされたのか。レイン様に仕えるこの絵です。ああ、冷酷な眼差しと優れた武才を持つ全能の冷徹美人という噂を聞いたことがある。そうですね。でも偏邸にいなかったとしても、今週の外にいるということは滅多にありません。そもそもレイン様は今週を離れることができないのです。公務や書類処理のため多忙というのもありますが、州の主である以上、その地と一体となる必要があります。レイン様がいないということは、外地での公務に赴いている、あるいは州に何か危機が迫っている。え、何か大変なことが起きるってこと？おお、さすが漂白者、自信がすごい。でもまあ正直疑いようがないよね。レイン様が言ってたこと全部当てはまるんだもん。できるよ、ライブじゃないから。漂白者さん、何か思いついたんですか？つまり漂白者さんが何を考えているのかは分かりませんが、とにかく一度会ってみて、その目で確認した方がいいと思います。そうそう、私もよく分からないけど、レイン様の目的が何であれ会ってみないと分からないじゃん。重要かどうか、特別かどうかなんてのはどうでもいいんじゃない？一攫千金のチャンスでもない限りは。それでもやはり空白だらけの記憶しかない状態で見知らぬ町にいるというのは不安に感じますよね。漂白者さんはなくした記憶についてどうお考えですか？なるほど、漂白者さん、まずはレイン様と会ってみましょう。そうすれば何かわかるかもしれません。謁見は同行が認められていないので、私とシカは外で待っています。あなたの帰りを。うんうん、すぐ近くにいるから、何かあったら大声ではダメか。外からは聞こえないもんね。閉店で騒ぐのも厳禁だし。
こちらにどうぞ。どうぞおかけください。では少々お待ちを。お待たせして申し訳ございません。はじめまして、レイン・コノエの参加と申します。現在レイン様は偏邸を離れておいでですが、出立前にあなた様へ贈り物とある印をご用意されました。本日はそちらをお渡しします。レイン様曰く、言葉で説明せずともその印が指す場所にあなたが求める答えがあるとのこと。期限は3日、それまでであればレイン様に必ずお会いできます。申し訳ありませんが、私の口からお答えすることはできません。しかしレイン様もあなた様とお会いすることを望んでおられます。申し訳ありませんが、現時点ではより詳細な回答をすることはできません。しかしレイン様はお一人で遂行しなければならないことがあり、あなた様との面会をずっと心に留めておられます。あなた様の来訪される時間が予測できなかったため、このような方法となってしまいました。3日というのは長くてもという意味です。レイン様がご自身で指定されました。ですが3日以内であればいかなる形であってもお会いできるかと思います。レイン様に代わり感謝申し上げます。あなた様のご好意は必ずやレイン様にお伝えいたします。我々はあなた様の助力を求めています。しかしこれはお願いであり命令ではありません。それとレイン様は、印はただ謎解きをするためのものでなく証拠や合図となるものだとおっしゃっていました。また事態が急を要したとはいえ、このような曖昧で複雑な方法でしか伝えられず申し訳ないとも。しかしあなた様の存在と情報はあなた様が思っているよりもはるかに重要なものなのです。レイン様はここにはおりませんゆえ、それにお答えすることはできません。ですがあなた様は特別です。その者たちとあなた様の違いは何なのかということですね。私の目には生き物の周波数が映ります。いや、むしろ周波数しか映りません。
あなた様はレイン様と同じ周波数を持っています。いえ、申し訳ございません。正確に言うと、あなた様の周波数は歪みのないありのままの姿をしている、この世に存在しているあなた様本来の姿です。それはそれぞれ違いがあります。デバイスを貸していただけますか？あなたが腰にかけているひょうたんのことです。これはレイン様からの指示ですので。探索モジュールを最新版へとアップグレードいたしました。これによりスキャン、オブジェクト操作、鍵縄などの機能が使えるようになります。またあなた様の通行権限の認証につきましても、デバイスコードを各関口と信号灯に送信しましたので、担当者にデバイスコードを提示、もしくは信号灯を登録していただければ通行できます。要は今週各地を行き来するためのフリーパスのようなものです。はい、変態も含め自由に出入りできます。また失礼ながらお尋ねしますが、宿泊される場所はお決まりですか？もしまだでしたら、レイン様が変態内に手配された部屋をご利用ください。わかりました。では私はここでお待ちしています。漂白者様、何かわからないことはございますか？今週について何を知りたいのですか？今週は交流の中で最も繁栄している場所ではありません。ここは辺境の地であり、残像町侵攻の最前線です。私にとって今週は特別な場所です。私には故郷への思いというものがわからないのですが、私が抱く今週への思いはそれに近しいのかもしれません。ここには私にとって、そうですね、あえてあなた様がおっしゃるように今週を紹介するのであれば、とても大事な場所でしょうか。何を知りたいのですか？予期は紀元将軍が率いる駐屯軍隊で、先方衛の破陣、防衛軍の副派、この2つの主力部隊からなっています。また東伯も同様に予期軍に属していますが、そのメンバーは主に一時的に配属されたボランティアや予備役の軍人で構成されており、石膏として役割を果たしています。あと今の軍はほとんどが共鳴者で構成されているというのも特徴ですね。何を知りたいのですか？漂白者様、何かわからないことはございますか？何でもお尋ねください。私ができる範囲でお答えします。レインさまの本名は死であり、レインに就任したことで君主と改めました。ですが普段はレインさまという役職名で呼ばれることが多いですね。私ができる範囲でお答えします。レインさまは龍女という称号を持っておられるのですが、それは祭主である核と共鳴されているゆえのものです。私の知る限りでは祭主とレインの関係はそれぞれ異なるようですが、今週の祭主とレインの関係はまるで家族と似ています。ですがこれらはあくまでも
レイン様の普段のお話から推測したものです。私も採取様には数回ほどしかお会いしたことがありませんので、私ができる範囲でお答えします。そうですね、その質問はレイン様だけに関係するものではないとだけ言っておきましょうか。あなた様にも深く関係するものです。私が話せるのは以上となります。何でもお尋ねください。私ができる範囲で。漂白者様、何かわからないことはございますか？印について何を知りたいのですか？印が指しているものはこれらの根源と関わりがあります。その根源もしくは指し示す場所や事件を理解することで何を知りたいのですか？はい、もし他にやるべきことがあるのであれば。何？漂白者様、何か何でもお尋ねください。 いえ知りませんでした。もし一度でもお会いしたのであれば、あなた様のことを忘れるなど。漂白者様、何かわからないこと。漂白者、結構時間かかったね。もしかしてレイン様結構話が長いタイプ？レイン様今は変庭にいないのか。次々と蘇る無音句、あまりにも強大な残像、そしてレイン様の不在、あと謎の漂白者。今週はどうなってしまうのでしょうか。その息だ。それに編庭、軍作府、あと研究員にも報告したし、今やれることは全部やった。それにここは交流で今週何千年もの間にいろんなことが起きたけど、みんなの力でここまで来れたんだ。それに頼もしい良き将軍にレイン様と採取様、あたしらだっているしね。シカの言う通りです。この3日間漂白者さんには何か計画はありますか？漂白者さん、レイン様に渡された印を見せてもらえますか？
なんか思ったより小さいね。特別なところは見当たらないけど。丸っこい。子供の頃に食べたことある。まさに飴玉って感じ。でも今じゃあまり見ないよね。もう流行ってないのかな。懐かしい。これとても甘いんですよね。子供の頃注射が苦手だったのですが、注射を終えた後に看護師さんからご褒美としてこのような飴をもらいました。でも一体どういう意味なのでしょうか。これは小型の日時計でしょうか。太陽の光でできる影から時刻を計測する装置です。しかし一般的な日時計の目盛りは24。季節や月の表示がある場合もあるのですが、この日時計の文字盤はそれとも少し違うようですね。この日時計の文字盤は本来24あるべきの目盛りが十二支によって12に分けられています。それと4つに区分された目盛りに四神獣が書かれていますね。散歩コートには青龍、白虎、朱雀、玄武は天の指令たり、持って四方を正す、王者は吸血、電覚を制するに法をここに取るなりと記されています。一般的に青龍は東方、白虎は西方、朱雀は南方を表し、玄武は北方を表すのですが、時間と方位を示す日時計。しかし日時計は実際の時間とは多少ズレがあるものですし、太陽光がなければそもそも使えません。わからん。この葉っぱの色変わってるね。なんて名前かは知らないけど。もしかしたら何か感知できるかも。無理でした。気のせいだったかも。いえ、本当に私の気のせいです。私にもこの葉っぱの名称は分かりません。ごめんなさい、漂白者さん。これはマンゴスチンですね。今週では輸入品しか手に入らないのですが、近くの市場で売っていますよ。ですが常に販売されているわけではありません。今週はしばしば残存量が発生し、戦闘も頻繁に起こる場所なので、そういった交易路が遮断されてしまうことがあるんです。これらの印、特に飴玉に対しては私もしかも子供の頃の思い出がありました。漂白者さんはどうですか。飴といえばお菓子。お菓子のことなら今週の子供が一番詳しいんじゃない。
同じのは持ってないけど、これならあるよ。おいしいからあげる。レインのお姉ちゃんが言ってた、今週の国は優しくしようって。過疎研究員までまだ距離があるね。ここは私と勝負だ。もちろん走りでな。前に常備機能をインストールしましたよね。その中に探索モジュールという項目がないか確認してみてください。まずはデバイスにある探索道具を選択して、そんで鍵縄を選んでおけばいいんだって。翼の英雄を目指すんならこういった技も身につけないとな。早速試してみてよ、漂白者。ちょっと待ってね、何かあったみたい。うん、聞いてるよ。え、いつ行方不明になったの？大丈夫、焦らないで、すぐそっち向かうから。あ、仕事のこと忘れてた。もう時間やばいじゃん。ごめん、これから仕事に行かないと。終わったらまた合流しよう。何か急用があったら私の名前を大声で呼んで。さすればこの翼の英雄が颯爽と舞い降りる。ダメダメ、やっぱ今のなし。ってこれ以上食べてたらさすがにまずい。もう行くけど2人で大丈夫？何かあったらすぐ知らせて。はいはい、行ってらっしゃい。私がいるから何も問題ありませんよ。漂白者さん、中へどうぞ。の返信はないですね。実験中でしょうか。そちらにいる方は安全課所属の黒石武器の専門家モルトフィーさんですね。以前白紙から聞きました。白紙を呼んでもらおうと思ったのですが、今はちょっと間が悪かったですかね。前の試作モデルについて、それはうちの要望には概ね合っているのですが、ただこれ以上改善することは可能でしょうか。より具体的かつ明確な意見。操作感が悪いというか、ちょっと重すぎるんですよね。エンジンも何か物足りないかなと。なので重量をあと 10% 減らして、黒石エネルギーの出力を今の2倍にすることはできませんか。なるほど。手持ち。本当に聞かなきゃいけませんか。どうした、何か私にできることでも。モルトフィーさん、私たちは喧嘩を売りに来たわけではないんです。私たち白紙の友人でして、彼女に用があってですね。なるほど、そういうことでしたか。お気を悪くさせてしまいすみません。いえいえいえ、とんでもないです。約束もなしにお邪魔したのは
私たちの方ですので。白紙さんならデータ分析室にいるはずです。しばしお待ちを。呼んできます。ありがとうございます。この方が安全課のモルトフィーさん。ネオユニオン出身の方で、数年前から過疎研究員に勤めています。科学研究においてとても造形が深い方なんですよ。先ほどのように怖い印象を受けることもありますが、本当は思いやり深い方だと聞いています。シカの話によると、モルトフィーさんは子供たちの間では大人気だそうです。何でも子供たちの要望ならどんなおもちゃでも作ってくれるとか。来ていたのね。分量谷のサンプリングデータなら現在分析中。本日中には結果が出るわ。漂白者の身体検査用の機器についてもすでに手配済みよ。それで変定への旅、何か成果はあった？略氏はどう思います？飴玉については多少分かっていることがあるようだけれど、まだ検証の余地がありそうね。可能であれば全ての印に対して構造の破壊を除く検査と測定を行うべきよ。データは嘘をつかないから。日時計以外は反響下で検査と測定ができるわ。測定には放射線測定機器を用いるから、黒石研究の責任者へ申請を出しましょう。彼が黒石研究の責任者の一人よ。ここで待ってて。何か注意事項があればあらかじめご説明を。これより対象物の回収および約20分間の測定を行います。結果と分析の報告を行う場所は部屋を出て右に曲がったところの測定室です。時間になりましたらそちらまでお越しください。これは私の知り合いの作品とよく似ていますね。類を見ない特殊な構造、それにとても軽い。ん？何かパーツが欠けている。ほらここ溝があるでしょう。検査と測定には時間がかかるわ。他に用があればそっちを優先して、結果が出次第また連絡する。漂白者さん、研究員で待ちましょうか？別にいいけど、後で私のところに来て。身体検査があるから。検査機器は全て調整済みよ。これからあなたの身体状況と共鳴周波数における異常の有無を検査する。準備できたら始めましょうか。無感謝を再現してみて。なるほど。加えてあなたのデバイスに無感謝のデータはない。あなたの体が無感謝を吸収したという推測と辻褄が合う。無感謝の周波数エナジーはあなたに飲み込まれた。跡形も残らずにね。でもその仕組みはさっぱりわからない。まるであなたの体の中に周波数エナジーを吸収する機構が別にあるみたい。外傷はないとの報告があった。少なくとも
記憶喪失と外傷は無関係のはずよ。記憶喪失と恩返が吸収できる能力について、現時点での情報だけでその関係を証明することはできない。端的に言えば、あなたの体にはもう一つの空間、あるいは生き物がいる。どうやら実践で検証するしかないよね。そのまま動かず、デバイスをしっかり握りしめて。が作った疑似ソノラ、私とヤンヤンがサポートするわ。いつも通り残像と戦ってみて。これも音の力ね。消えろ。うどんと同じね。あなたの体に無感謝の影響は見られない。至って正常よ。より詳細なデータが欲しい。次はもっと負荷をかけるわよ。周波数エナジーに乱れがない。これもあなたの共鳴能力ではないみたいね。あなたの可能性はまだまだ未知数。さらなる検証が必要ね。行くよ。これも音の力ね。中完了。前方の出口から戻ってきて。聞こえる。通信が急に途絶えた。どうも様子がおかしい。もう一回出口に行ってみよう。また戻ってきた。それに、この月は一体。あれは、残像？漂白者さん、漂白者さん、はあ、よかった。白紙、さっきのは一体。急に通信が切れるなんて。漂白者、疑似ソノラで何が起こったの？もっと詳しい情報が欲しい。
鎌を持つ巨大な残像。無感謝ではない。おそらくそれ以上に強力な残像ね。これは疑似ソノラの稼働開始後初めての事例よ。ソノラは特定の場面を完全に再現できる。客観的に、いいも悪いも全て。そして研究員が開発したこの疑似ソノラはソノラと同じ構造的特徴を持っている。これが異常周波数の混入を防げない理由。つまり可能性として考えられるのは、あなたが異常周波数に影響を与えた張本人だということ。ソノラに入った時のあなたの心境、もしくは記憶が反映され、ソノラ自体が再構築された。どうもあなたの内面に関わる部分が多いようね。ソノラに発生していた異常が漂白者の無意識と共鳴したのか、それとも元から漂白者の無意識でできていたのか、すぐに結論を出すことは不可能ね。ソノラの動作確認は改めて行うわ。とにかく身体検査だけ見ればあなたは健康そのもの。でも何か異常を感じたらすぐ私に連絡して。いい？過疎研究員所属、略史よ。この出会いの意味を見せてもらいましょう。これ以上の言葉は不要。実践で結果をし。預かっていた日時計をお返しします。モルトフィーさん、測定の結果はどうでしたか？結論から話します。この中は空洞です。ほら、軽く叩くとそれっぽい音がするでしょう。またこれは精巧に作られた春望という補助次の機構であるということも分かりました。他に機器の測定結果から判明したのは、空洞の中に小さな巻物のようなものが入っているということです。ただし今はあるパーツが欠けています。適合するパーツがあれば、表にある2つの回転盤らしき構造を動かすことができるでしょう。気功術は私の専門ではないのですが、根底にあるものは私の専攻である黒石武器とある程度共通しています。これが黒石武器であれば測定に20分も要しませんよ。とにかくパーツを取り付けて正確な位置まで回せば、からくりが解除されて中にあるものを入手できるはずです。ですがパーツがどのような構造をしているかまでは解明できませんでした。あの人に聞くまでもありません。私に任せてください。時間さえあれば何とかしてみせます。着信が入ったので少々お待ちを。どうされましたか？耳が早いですね。ええ、確かに美しいデータですね。いいセンスです。そこまで言うのであれば。漂白者さん、なんだかモルトフィーさん顔つきが柔らかくなってませんか？まだ組み立てのお願いはしてないのに。完成までもうしばらくかかるみたいですね。漂白者さん、少し時間を空けてまた来ましょうか。
君の言う通りですが、とっくに知れたことです。うん、それは考えていなかったですね。君のアトリエ？あの足のやり場もない場所ですか？そこまで言う必要があります？まあいいでしょう。お待たせしました。日時計の話に戻りましょう。この日時計の内部には二重の入れ子構造が仕込まれています。つまり欠けたパーツを同時に2つの層にはめる必要があるということです。また全体の状況も考慮に入れると、入れ子の溝を埋める指針に下向きのオートロックを追加する必要があります。設計図は私が作成します。組み立て用のパーツは総理のアトリエにあります。すでにそちらへは連絡してあるので、取ってきてくれますか？別れて行動した方が効率がいいでしょ。それと私は総理のアトリエに二度と足を踏み入れたくありません。あんな場所、想像しただけで頭痛がする。環境の話であれば私も同意見です。あの混乱に満ちたカオスでも創作を行うなど、逆さの譜面を見ながら演奏するようなものです。では漂白者さん、行きましょうか。行こう。あれだけ言われたので、かなり覚悟をしてきたのですが、モルトフィーさんが言うほどひどくはないような。まあ確かに立つ場所に困るという点はその通りでしたけどね。漂白者さん、そこにパーツの箱はないですよ。漂白者さん、危険な行動は控えてください。多分これですね。さあモルトフィーさんのところに持っていきましょう。別の箱を見つけました。どれどれ。こちらも検査の結果が出た。このマンゴスチンは何の変哲もない普通の果物よ。このままでも食べられるくらい普通の無毒無害なものだった。紫の葉っぱの方は非常に軽微な残像周波数が検出された。それに相殺されていて見えづらいけど、二つの周波数が共存している。どちらも滅多に見かけないものよ。また検出された周波数は拡散状だったので、残像の接触による残留の可能性は極めて低い。普通の葉っぱでもなく残像の擬態でもない。過去のデータを照合すると会食の影響を受けた地域のものと推測できる。会食は悲鳴後に発生した異変に対する総称です。無音区をはじめ、天空海、疎開雨、重力喪失、在りし日には起こり得なかった異変のことを会食現象と呼びます。そして
悲鳴は全ての異変の元凶となるものです。飴玉については成分分析で飴ではなく蛍光のワクチンであることが判明した。このタイプのワクチンは低温保存したところでせいぜい2年しか持たないのだけれど、これは期限切れから20年も経っているわ。20年も前のワクチンですか。この飴玉、20年ほど前に本州で子供たちの間で流行した疫病と関係しているのではないですか。飴玉タイプのワクチンなら院内の公衆資料室にはアーカイブがあるはず。でもあそこは資料の分類方法が特殊だから、先にロビーにある情報デバイスで棚を調べてから行った方がいいわ。モルトフィーさん、組み立て完了。これが日時計の元の姿です。もう回せますか。はい、正しい方位と時間の情報を入手し、指針をそれに合わせればからくりが解除されるはずです。獅子と師匠、転換獅子は交流特有の数詞ですね。主に歴法や算術、順序を示す際などに使われていましたが、今ではあまり使われていません。一体これで何を伝えようとしているのでしょうか。命名規則ね。これは高蘭類社の構築にも使われた、古から伝承された伝統的な方法だから、今でも交流の大多数の図書館で分類や索引に採用されているの。類書とはデータベースのことです。一般的に高蘭類書は交流のメガデータベースの中枢を指しますね。院内の公衆資料室でも十二支を用いて資料の分類をしているわね。ありました、羊の列です。う、たつ、み、馬、羊、漂白者さん、この列です。本州が一行政区画として設置されたのも羊年ですよね。数孔子前の羊年で、確か偏帝と過疎研究院の竣工も同じ年だったと思います。本州は雲領谷の戦いをきっかけに設置されました。記述にのみ残されたあの強大な残像、無冠者によって引き起こされた戦いです。
写真が2枚ありますね。漂白者さん、飴玉の情報について。悲鳴の後、人々の暮らしは日に日に厳しくなりました。その疫病は共鳴者であるかどうかにかかわらず、子供が感染すると最悪の場合死に至るというものだったそうです。またちょうどその時期に発生した残像潮によって、外部との連絡が断たれるという事件もありました。当時の人々は資料に残る数字とわずかな説明からは想像もできないひどい苦痛を味わったのだと思います。自分の子供を臨床試験に使うなんて、もし失敗でもしたら、先駆者たちのおかげで私たちの立つ今があります。そのことを決して忘れてはいけません。仮に飴玉がこちらの資料に導く手がかりだったとして、レイン様が伝えようとしていることとは一体何なのでしょう。漂白者さんの記憶や身分に関係しているのでしょうか。それとも記事で言及されている研究員チームのリーダーは開発成功の3年後に病気で亡くなっています。それに他のメンバーもすでに50歳を超えているようです。漂白者さん、あの写真の赤ん坊ですが、撮影された日時を考えると漂白者さんと年が近いのではないでしょうか。あ、でも写真のこの子は漂白者さんのような金色の瞳ではないですね。漂白者さん、飴玉の情報について。今週は一番最後に設置された州です。黄竜を南北に貫く雲梁山脈には関所が設けられており、一定五州は関の内側こと関内にあるのに対し、今州は関外の地にあります。また今州は雲竜谷の戦いがきっかけで設置された州です。本来北楽野原にあった残像町の進行ルートは一定でしたが、無感者の登場によってそのルートが変わってしまったという経緯があります。無感者とは戦争そのものの具現であり、戦死者の怨恨と生き延びた者の恐怖から生まれたとされる残像。残されている資料は少ないのですが、一部の研究者は名式と関係しているのではないかと推測しています。名式は簡単に説明できるものではないので、今は最強の残像と思ってください。私たち人類はそれに抗うために名式戦争を起こしました。資料にある無感者の記述は前に雲梁谷で遭遇したあの強大な残像と非常に似ています。また核もその戦いに姿を現しています。今分かっている情報は羊だけ。これだけではからくりを解除できません。おそらく方位の座標も同じように他の印に隠されているのではないでしょうか。漂白者さん、飴玉の情報について。漂白者さんはどう思いますか。私は着任式典で遠くから見たことはありますが、それ以上の付き合いはありません。なのでレイン様の人柄に対しての評価はできないのですが、少なくともレイン様の着任後、彼女が実施した政策のほとんどが明確かつ実用的なものだったかと思います。先を見通した施策はいい意味で年不相応と言えます。あまりにも腕がいいので
サンジの調理が意見したのではと噂されるほどです。サンジとはレイン様の補佐参謀役です。調理様の場合少々特殊な事情もあるのですが、かつてはレイン様の死で中世省で長子を務めた後、今州への赴任を望んだと言われています。調理様は迷信であるという風説もちらほら流されて、回りくどいという評判も多く聞きますね。日時計のからくりを解除するための情報は飴玉の手がかりを追うことで、その一部を手に入れることができたというのが今までの流れだったね。つまり一つの印から複数の目的地へたどり着くことも可能、また一つの目的地で重要な情報を複数入手できることもある。レインが私に会いたい理由は伝えたい情報があるから。私が彼女に会いたい理由は知りたいことがあるから。しかし彼女の伝えたいことと私の知りたいこと、この二つが同じとは限らないし、印から得られる情報はどちらにもなりうる。幾重にも絡まる情報の網は私たちを迷わせた。彼女の時間が限られていたため、一部の表面的な情報しか用意することができず、答えへの道筋が不明瞭になってしまったか、あるいはこれまでの調査は全て彼女の手のひらの上の出来事であり、簡単に入手できた情報が実は。つまり彼女には真意も知られたくない人がいて、その人物を遠ざけようとしている。今週の中に敵が潜んでいる。ヤンヤンなら伝えたい情報を伝えたい人に届けるためにはどうする？私なら強調します。本当に伝えたい情報を何度も仕込むようにして。お仕事を終えた私が来た。どう？漂白者の体の具合は。白紙によると健康そのもので異常はないんですって。印についても少しずつ分かってきたところです。至って普通の一日だったね。強いて言えばチンピおじが長さんちの猫とぶつかって転んじゃったとか、ワンちゃんが通行人に吠えるって苦情があったからちょっと行ってみたとか、あと失踪届が一件あったかな。ちょっと調べてみたけどどうもあんたとは関係ないみたい。そうそう、あんたのデバイスも検索したけどやっぱり引っかからなかったね。履歴にあったのは今日一緒に登録した一件だけで、そんなこんなで退勤時間になったってわけ。アタボーよ。まあでも美味しいもん食べに行くって約束したしな。
明日私の出勤前にみんなでパンファ食堂に行こっか。あとはもうお家に帰って寝るぐらいかな。それともこれから何かしたいことでもあんの？あの漂白者さん、今夜泊まる場所はありますか？完全に大物扱いされてるじゃん。もうこのままダラダラしてたら朝になっちゃうよ。今日は漂白者を部屋まで案内して、あとは明日の私たちに任せよう。